お疲れ様です、リッチリー主任。コスモス残念でしたね。いえ、ご心配なく。そちらの女性は？ああ、コスモスの設計者の一人で、宇月。そうですか、あなたがシオン宇月さんですね。お会いできて光栄ですよ。どうしました？私の顔に何か？あ、いえ、別に。ロートマンテル特別顧問、テロスの調整室へお急ぎください。おっと、すみません。お忙しそうですね。まだまだ開発途中なもので、いろいろと手間がかかるんですよ。今度またゆっくりお話しいたしましょう。では、失礼。なんだよ、あの挑戦的な態度。とりあえず、出ましょう。そうね。